うちの赤ソニアタンも、無事究極進化に成功した。これにより、こっちのパーティーは6コンボ以上で9倍の火力が出せるようになった。しかも、操作時間延長は3つもついている。つまり、私の赤ソニアパはようやく、最強になったのだ。今回の降臨はベルゼブブ超地獄級だぞ。この降臨は、3回でリーダーとフレンドを3ターンのバインド状態にするアモンがいるから、日頃赤ソニアの回復力に頼ってるお前らには、もう絶望的なんだよな。ふっは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 。レイマリサ、私にはもうこれがテンプレすぎて、買ってくれって言ってるように聞こえるんだけど、確かにここまで毎回注意事項とか教えてくれちゃうと、逆に負けたら申し訳ない気持ちになるもんな。まあ今回はうちの赤ソニアも究極進化したし、負けるなんてありえないけどね。いやいやアモンを舐めてると痛い目見るぞ。それにベリアルとかベルゼブブも結構強いんだぞ。でも私は今回から平均6コンボの予定だから、もう誰にも負けないもんね。あくまで予定なんだよな。さあ、こっちの体力は2388を超えてるからケルベロスでスキル貯めちゃうもんね。お、初回から昨夜に遭遇か。こいつは体力が半分になってから火力がヤバくなるから、もう私の勝ちは確実だな。なんでお前は情報を毎回くれるんだよ。ぶっちゃけケルベロスのが良かったけど、昨夜でも問題ないね。まあ体力が半分以上の時は大した攻撃が来ないもんな。とりあえず、スキル貯まるまで待ってから、背骨で一気に行く感じか？いやいや、ここでスキルなんてもったいないよ。ここはスキルなしで、究極赤ソニアパの9倍の火力だけで突っ切るよ。それだと安定して6コンボ以上を狙うってことになるんじゃ。そうだよ、さっきも言ったけど、この第13章からこの私、白霊霊夢は、平均6コンボの満獣になるんだよ。それもしかしてキャッチフレーズのつもりか？ふふふ、どうせ平均4コンボの霊夢に戻るのがオチなんだろ？いやいや、この赤ソニアパは平均4コンボの時代よりも操作時間が1秒も長いから、必然的に2コンボぐらい増えるんだよ。それパズル力上がってなくないか？大丈夫だよ、私のパズル力は元からヤバかったんだから。確かにヤバかったな、霊夢が思ってるのとは違う意味で。確かにヤバかったな、私も大魔王フランと同じ意味で。え、みんなそんなに私のこと認めてくれてたの？自覚あったのかい？さてさて、一回の昨夜をスキルなしで無事突破できたね。ああ、威力6万の攻撃来なくてよかったな。二回のこいつは毒を撒いてくるだけで大した火力がないから、ここでスキルを貯めちゃうよ。スキル貯まるまでカット。さて、だいたいスキルが溜まったので、一気に行きますか。と言ってもここは保険も兼ねてスキルは温存だよな。そうだね、もしアモンとかベリアルを削りきれなかった時用にね。ふっふっふ、次はリーダーをバインドするアモンか。なんだかんだこのパーティー、赤ソニアに頼ってるから元の回復力は低いもんな。でもね、私はしっかりとアモン対策もしてるから大丈夫だよ。え、バインドされちゃうのにか？もう大魔王さんは忘れちゃったの？私が第6章のヘラウルズ降臨の時にやったバインド対策を。え、それって、またあの技をやるのか。その通り、でもあれって先生でやられたら使えなくないか？普段ならそうだけど、このダンジョンなら大丈夫。なぜなら今回の対策は、アモンを回避するからだ。なんだって。説明しよう。私白霊霊夢は自ら持つ運命力によって、ランダムに出現するモンスターの出現を自らの意思で変更することができるのだ。つまり、今回はこのパーティーが苦手なアモンではなく、闇芝によってもはや神ペラになってしまう、アスタロトを私が呼んだのだ。まさかこんなことができるなんて。ふふふ、これが霊夢の最強のバインド対策。バインドかわしじゃあ。今回は完全に偶然なだけだと思うがな。まさかアモンが出現もできないとはな。けどまだベリアルとベルゼブブが残ってるぞ。確かにベリアルはまあまあ体力があるよな。もうみんな忘れちゃったの？今回からこの赤ソニアパは9倍の火力が出るんだよ。だから、安定6コンボの私が赤ソニアのスキルを使えば、みんなワンパンなんじゃあ。なので今回も赤ソニアのスキルを発動。これにより、盤面が闇と火で埋め尽くされる。うん、なかなかいい配置。そしてオチコンが降ってくると信じ、あえて列を4列作る。そう、普通は6コンボを狙うが私はあえて4列作る。なぜなら私は、オチコンに恵まれているからだ。お、今回はうまくオチコンが降ってきたな。でもどうせボスだとオチコンが来ないんだよな。ここ最近ボス前だけよくオチコン来るもんな。ふふふ、今の私を舐めちゃいかんよ。うちの赤ソニアが究極進化した所詮、この最強の布陣を見せられる初舞台でヘマなんかするわけないもんね。というわけで毎度おなじみトライアングルスキル発動、と思ったけど、闇芝のスキル使っちゃったんだった。まあいい、今回は闇多めの陣で行くよ。これ盤面4コンボだな。でも大丈夫、こっから落ち込んだ2コンボ来るから問題なしんぐ。ほら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 、ふふふ、ベルゼブブよ、食らうがいい。これが9倍赤ソニアの、最強の陣じゃあ。どうだ、思い知ったか。まさかアモンをかわすとは夢にも思わなかったぞ。それにしても操作時間延長がついたことで急に強くなったな。まあいい、次の超地獄級のダンジョンは今まで通りには絶対行かないぞ。なぜならこのダンジョンは、闇ドロップが存在しないからな。ふっふっふ、楽しくなってきたぞ。次回予告。
次に現れたのは竹見中田降臨超地獄級。このダンジョンは闇ドロップが存在しないけど、私には問題ない。なんたってうちには優秀な闇芝さんがいるからね。次回、新たなる力、芝、現る。動画のご視聴、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録を、お願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方は、動画の下にある、この登録ボタンをクリック。パソコンでご覧の方は、私の下にあるお手製の登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができるので、よろしくお願いします。では、カリナの他の動画もお楽しみください。下だけ。